芝広和は、日本の政治家。立憲民主党所属の参議院議員、立憲民主党三重県連代表。内閣総理大臣補佐官、内閣官房副長官、参議院内閣委員長、参議院懲罰委員長、参議院行政監視委員長、民主党総務委員長、民進党幹事長代理、旧立憲民主党参議院国会対策委員長。 社団法人鈴鹿青年会議所理事長、三重県議会議員等を歴任。三重県名張市生まれ、工学館高等学校、工学館大学文学部国文学科卒業。大学卒業後は、ナショナル証券に勤務した。その後、鈴鹿市の椿大臣社に向こう入りする形で、新職として奉職。1985年に、鈴鹿青年会議所理事長に就任。 1990年より、椿大神社椿会館館長を務める。1995年、三重県議会議員選挙に鈴鹿市選挙区から出馬し、初当選。以後、三重県議を2004年まで3期9年務める。県議時代は、旧新新党の流れを組む新生三重に所属し、幹事長も務めた。2004年、第20回参議院議員通常選挙に、 民主党公認で三重県選挙区から出馬し、当選。2010年の第22回参議院議員、通常選挙で再選。2011年1月、官大二次改造内閣で内閣総理大臣補佐官に任命される。同年9月、野田内閣の発足に伴い内閣総理大臣補佐官を退任し、参議院内閣委員長に就任した。二千十二年十月、 長浜博之内閣官房副長官の入閣に伴い野田第三次改造内閣で内閣官房副長官に任命された。2014年9月、参議院懲罰委員長に就任。2016年7月、第24回参議院議員通常選挙に民進党公認で日本共産党や社会民主党が支持する野党、統一候補として出馬。岡田克也代表が、 同選挙区で敗北した場合時期代表選への不出馬を表明する中自民党公認候補を破り参戦した。2017年民進党代表選挙では、菅直人や有田夫らと共に、枝野幸男の推薦人となった。2018年、民進党と希望の党が合併して、新党を作る構想に反対し、民進党三重県連を地域政党、三重申請の会議移行し、 自身が代表に就任した。国政においては、民進党と希望の党の合流新党である、国民民主党への参加を拒んだ無所属議員らと、共に院内会派、民友会を設立し、立憲民主党との統一会派となった。5月19日に、三重申請の会会長を退任。7月28日には、申請の会は、三重民主連合に移行し、同党の顧問に就任した。 10月23日、立憲民主党の参議院会派の国会対策委員長に就任。12月25日に立憲民主党に入党した。ありがとうございます。